今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。3代目 JSOUL BROTHERS のパフォーマーエリーさんが8日初主演映画トラッシュ先行上映舞台挨拶に出席。この作品では激しいアクションシーンも見どころの一つということで、振りを覚えるだったりそういうところではやっぱアクションにすごくダンスをやっていて役に立ったなっていうふうに思いました、ね、はい。また撮影中の裏話を聞かれると、格闘シーンあったじゃないですか、はい、あの格闘シーン終わってから僕ら血だらけのまま2人で銭湯に行って、うん、あの銭湯に行ったらお客さんがいなくなっちゃった。そりゃそうだよねエリーが力強すぎて、はい、あの僕のことバッて引き寄せちゃって僕、はい、エリーの鼻にチューしちゃったんですハードボイルドな作品とはいえ撮影中はこんな微笑ましいエピソードもあったんですね。ザ・ブームのボーカル宮沢和史さんの長男宮沢ひよさんが10日発売の男性ファッション誌メンズノンの10月号で30代目メンノンモデルとしてデビューすることが分かりました。これがまたお父さんにそっくりなんです。将来的には俳優としての活動も夢見るひよさん、やはり父の存在は大きいようで、メンズノンノのオーディションが実はモデルになって初めて合格したオーディションなんです。だからこそ父がこの芸能界で仕事があるということがすごいですし、とても尊敬していますとコメントしています。女優の土屋太鳳さんが9日ロッテ雪見もちもちカフェ完成お披露目会に出席。土屋さんはこのイベントでオリジナルメニューを楽しめる期間限定カフェのお客さんとして来店。どんな人と来たいですかと聞かれると、なんか大切な人とあの姉とか弟とか、あ、でももちろん大切な人と、はい困ります。照れてる姿が非常に可愛らしいですね。土屋さんが出演する雪見大福の CM は12日から放送開始です。歌手の森山直太朗さんが9月末から音楽活動を半年間休止することを都内で行われたイベントで発表しました。会場に駆けつけたファンたちは活動休止が長期ではないことが分かり安堵した様子。小休止とは言いつつ自分としては大きな意味での音楽活動の一環と捉えています。生活を一度見つめ直して来年新曲ができたら戻ってくるつもりということですので、次の新曲が楽しみですね。女優の木村文乃さんと俳優の山崎賢人さんが9日ダイハツ新型軽乗用車 CM 発表会に出席。2012年に放送されたドラマ以来の再会となりました。3年ぶりの対面に木村さんは、私が山崎さんの担任役だったんですけど、その時よりも大人っぽくシュッとされていてと感慨深げ、さらに壁ドン王子と投げかけると山崎さんも恥ずかしそうに微笑んでいました。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。